あれあれ、吉谷さん、それもしかして連撮りですか？正解です。正解ですよ、そんなもんは。はい、10億円、10億円です、はい、年末ジャンボ買いました。年末ジャンボ、年末ジャンボ、まあこちらのね、当選結果に関してはメンバーシップで公開します。一般には公開しない。で、あとメンバーシ、10億円当たったらメンバーシップの方には100万円お配りします。10億円当たったらね、10億ですよ。10億当たんないっすね。で、当たんない、これ当たったらでも面白いですよね。いや、ほんとガチでね、10億円で100万円ぐらい、なんか貸すしたらあれですけど、全然あの余裕でいけますんで、お配りします、はい、で、僕のメンバーシップ、あの少ないですから、あのね、8人ぐらいしか言えないんで。ただそのあれですよ、100万円配るのは、今年1年間継続してくれて、そのバッジがすごいの何ヶ月以上ってなってる人だけですよ。100万円はそれはあのずっと継続してくれたお礼としてね。新参者は1万円ぐらいですよ。ただしその赤いやつさんまだメンバーシップ入ってないんですけど、この宝くじを買った理由は、その赤いやつさんって、義乳特選隊赤いやつさんっていう人があのきっかけで買ったんで、まあ、赤いやつさんはちょっと考えます。まあそのメンバーの方にも聞いてね、赤いやつさん新参者ですけど、まあ赤いやつさんメンバーシップに入るかどうか分かんないですけどね。そう、まあ、あの来年そのメンバーシップのご案内をしますんで、吉谷は年末ジャンボ当たったのか当たってないのか一般公開一切しません。こっそりメンバーの中で仲間内で回しますから、仲間内でサイコロ、そのもうカイジ見てないと分かんないですね。仲間内でね、あのサイコロをこうやりますから。で、班長仲間内でみたいな。なんだろう、あ、そう番宣ですね。あの今あのクリスマス企画として、なんだ、不幸自慢コンテストっていうのをやってまして、こちら優勝すると11,111円現金でお振り込みします。はい、現金で11,111円、11,111円あると美味しいお肉は食べられる。これまあ一人ですけどね、すみません。ただしね、はっきり言って年末ジャンボを当てるより確率は超高い。僕の再生数見てください。100ぐらいでしょ。で、そっからそのコンテストにね応募する人は、まあ、僕の予想で言うならば、多分今回は、5人ぐらいですかね、おそらく。予想としてはどうだろうな、まあ10人いるかな、まあ5人か10人ぐらいじゃないですか。そうコンテストなんで、なんかそのプレゼントあげますって言ったら、この前45人ぐらい来たんですけど、その必ず稼げる4つのステップっていうのをやったんですけど、それは45人来ました、だけど今回コンテストなんで多分10人ぐらいかな、多くても。だから10分の1の確率で当たるってことです。年末ジャンボより、年末ジャンボ俺買ってね、これ1枚300円じゃないですか。だからただで応募できるしね、ただでそのコンテスト参加できるし、10分の1の確率で1万当たるってさ、結構なこれいい確率じゃないですか。しかも自分のコピーのね、まあそれはレターにも書いてありますけれど、自分のコピーの技で勝負できるわけですから、僕の心をね、あ、これうまいなっていうね、このコピーうまいなっていう、まあそれレターで書いてあるん で、コンテストの審査基準とかも、だから自分の腕でそれを掴むことが可能です。まあ僕の心をね掴んだらですけど、でも一人は必ず選びますんで、はい、なんでまああの宝くじよりかなりの高確率で当てることは、まあ年末ジャンボより、だから年末ジャンボのこれ300円買っても1万円当てると、これいくらなんだろうな。まあちょっとこれ開けないで置いておきましょう。まあ1万円ぐらいのもありますよね、何等とかで。でもそれ当てるのも結構難しくないですか。なんでまあ、あのクリスマス期間限定でやってますんで、この YouTube の下に裏メルマガ入れときますんで、登録しときましょう、はい。で、あとそうこれも番宣なんですけど、まあまあいいや言っちゃって、今回その
990円で情報企業 2.0、 情報企業 2.0 っていうね、商品を990円で出します。はい、990円で。でこの情報企業 2.0 っていう商品は講義がね8本あります。で講義が8本ありまして、でドリームアカデミーは120万円で僕やってるんですけど、そのドリームアカデミーはいろんな講義あります。でそれをギュギュッと凝縮した内容8本です。それを990円ですね。だから情報ビジネスやりたい、コンテンツビジネスやりたいという方は、まあ、その講義見ていただくといいんじゃないかなというところですね。でこれ12月29までだったかな、裏メルマガの方でご案内しますんで、で、まあ、僕をよく知ってる方だったら分かると思いますけど、値上げしますんで今は990円ですけども、来年はこれはね1万円ぐらいにしたいなと思ってるんですよ。でその吉谷拓郎公式ブログ、僕もうずっと更新して、今月やりきったらもう2年毎日更新してるんですね。でその吉谷拓郎公式ブログにデフォルトでこう置いとく商品を何個か作りたいんですよ。でその情報企業 2.0 っていう商品はデフォルトでこう置きたいんですよね。うん、そう。でそれをまあ9800、最終的に9800円ぐらいで置きたいなと思ってるんですね。なんでまあ今はね990円、今裏メルマが登録してくれて、でまあ読んでる方にはそう990円出しますけど、来年もう値上げしてって、最終的には吉谷拓郎公式ブログの方に情報企業 2.0 っていう商品をこうなんだ98でこう置いとく、ずっと置いとくようにしたいんですね。うん、まあそんな感じです。で今なら990円っていうね、はい、でしかもねこれね、まあそのレターにもちょっと書いてあるんですけど、これね2年前に実は無料で公開してたんですよ、情報企業という再生リストで。うん、だから2年間無料で公開してたんですけど、今ねもう無料で見れないですからね、もう非公開にしちゃったので。だからその Amazon プライムって30日、これもレターで書きましたけど、 Amazon プライムって30日間無料で見放題じゃないですか。僕は4年間一応見放題だったんですよ。あ、じゃあ2年間か、2年間だ、吉谷プライムって書いたんですけど、吉谷プライムは2年間無料で見れましたけど、もう無料から有料に変わりましたみたいなね、書いてありますから。だからまあ見たっていう人もいるかもしれないですし、知らなかったっていう人もいるかもしれないですけど、一応無料で公開してました、2年ぐらい。うん、でそれをもう有料に切り替えます。はい、はい、だからまあ今まで無料で見れてた、知ってる方はラッキーですね。別に買わなくても無料で見れてたわけですから、はい、今後はもう有料でございます。いいでしょ、もうだって2年間無料で公開してたわけですから、 Amazon プライムのプライム30日間無料お試しは何倍やねんと、ね、何倍やねんと。だいぶ無料お試し期間長かったですね。そうこれ実はね、これもね裏話すると、まあ、今回そのドリームアカデミアに入られた方、本コース入られた方の中で、そのなんだ、その情報企業っていう僕のその再生リストがきっかけ、一番最初に見たのがそれだみたいなの書いてあったんですよ。あ、そういえばそんなの作ってたなみたいな、よしよし、グッジョブ。そっからアイデアが浮かびまして、よし、あ、じゃあこれ売ろうみたいなもうすぐフィードバックですよね。すぐビジネスに変えていくっていうね。そう、僕が自分で作って忘れてたんであ、そんな僕再生リストめっちゃ作ってるんでね。そう。あ、そんなのあったな、みたいな。でもそれ結構ね、ちゃんと作ってるんですよ。うん。だからそういうのをちょっとご意見いただきましたんで、有料に買います。有料。まあでも今は990円で買えますからね。あ、それまあ、いつだったの、いつからなんでしょうかな。まあ、クリスマス終わってからですね。クリスマス期間中は、すいません。クリスマス期間中はそのコンテストの案内をメインでやりますんで、クリスマス企画が終わって24、25、26からですね。26から29ぐらいでですね。その990円のやつは。な感じです。で、あとは、お正月もね、お正月も去年やったかな、ちょっと忘れましたけど、お正月も元旦から3日間までこれまたやりますね、なんか。裏メルマガ限定で。ただこれはね、どうしようか、告知しないにしようかな。すいません、多分告知これしないかもしれないですね。うん、裏メルマガ
見てる人しかわからないような感じでそのお正月セールスやりますんで、しかも超お得、超お得、お正月ですからね。うん、でこれは番宣してどうしようかな、番宣せずにやってみようかな。まあちょっと考えますけど、とりあえずやります。それも元旦からもね。で1月はね、1月はそのそうジョイントして商品売るんですよ。でその顔出しせずにその YouTube の広告収入で稼ぐっていうやつですね。スライドショーでこうやってって、それで今あの結果出てる人いるので、で先月が20万超えたかな。はい、どうすか、20万ぐらいあったらよくないですか。僕はこう顔出ししてね、おりゃーってやってますけど、顔出しせずスライドショーでやってね、20万ぐらいあればよくないですか。そのやり方とか、その YouTube 仮面 YouTuber プログラムとかにするかもしれないですけど、それ売りますんで、ジョイントして、まあそれもね塾生さんなんですけど、でまあコンサルも入ってくれて、まあいろいろと、まあいろいろな紆余曲折はあったんですけど、まあ今収益化できてるんで、まあよかったなと思うんですけど、それを売る予定でございます。はい、まああとどうしようか、2月は2月、まあ4月はね決まってるんですよ、入学シーズン4月売るのは決まってるんで、まあ2、3月はまたいろいろ考えます。ただ2、3月はね多分ね、その R の思考みたいな、その音声コンテンツを僕はちょっと売りたいなと思ってて、それをちょっと新商品で投入します。多分2、3月はそれ作り込んで、音声コンテンツ、僕が今までいろいろ勉強してきたんですけど、音声コンテンツが一番やっぱ勉強になるんですよ。ずっと聞けるんで、移動中とか。なんで僕動画多いじゃないですか、まあ基本全部動画なんですけど、音声コンテンツを売ったことがないんで、多分この5年でおそらく。なんで音声コンテンツ、まあダウンロードして iPhone とかに入れられるようにするんで、 MP3 でダウンロードしてできるように。でそれでまあ音声ずっと聞いて、まあもうその思考をもうガラッと変えるとこですね。だ僕もまあ今偉そうにこういろんなこと話してるんですけども、やっぱその思考のアップデートですよね。思考のアップデートする上で上書きをずっとし続けないと、やっぱ昔のコンフォートゾーンじゃないですけど、昔のその思考に戻っちゃうんですよ。だからもうずっと聞きます。例えばジェームス・スキナーの音声もう超ずっと聞いてた時もあるしね、7つの何だったかな、もうあのね、あの流暢な外人 あのおっさんですよね。そう、もうジェームス・スキナーめちゃめちゃ聞きましたね。多分ジェームス・スキナーも聞いたし、ミスター X もめちゃめちゃ聞いたし、加賀田先生のやつもめちゃくちゃ聞いたし、あと村上さんっていう人のコピーのやつもずっと聞いたし、とりあえずもうずっと同じやつをずっと聞き続けるっていう、もう100回なんかマストですね。100回なんか普通です。もう200回300回ずっと聞くっていう、でもずっと洗脳するというか、もう上書きしていくっていう。でこれやんないと多分ね難しいんですよ、戻っちゃうんで。僕はそうやって、まあ、その思考をアップデートしてきましたね。僕は破壊できればいいんですけど、破壊ってなかなかできないですよね。今の常識を破壊できれば簡単なんですけど、破壊ってなかなかできないですよ。なんで上書きを常にずっとこう水をボン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 垂らし続けて貫通させるみたいな感じですよね。それ本当にいいですよ。それはねもう間違いないですね。結局やっぱみんなその今までその作った常識がこのすごいこの熱いんですよ。だから新しい情報を入れたとしても結局今までの常識でその塗りつぶされちゃうんですよね。だからここの常識を全部ガラッと変えないと、だから成功する人の常識ですよね。で多くの人は成功しない常識を持ってるんで、わかります、これ、わかんないかな。ほとんどの人は成功しない常識を持ってるんですよ。でこの成功しない常識の中に新しい常識を入れるんで、結局ぐるぐるミックスされて、なんだ成功しない常識になるんですよ。そっちに戻っちゃうんで。でもこの成功する常識にノーをしてしまうと、どんなものが入ったとしても成功のヒントにこう変えることができるんですよね。わかります。だからどんなこう些細なことでもビジネスに転換できるってことですね。だ僕の事例で言うならば、まあお客さんのちょっとそのなんだ情報企業っていうね、
なんかそれ見ました。ただそれだけなんですよ。それだけで、あ、じゃあそれを、じゃあ Amazon プライムを、まあ、無料でから有料に切り替えてるんだから俺もやってもええやんと。え、そうですよね。 Amazon だけ、 Netflix もそうですよね。あの U-NEXT とかも全部今あのそのサブスクのね、あの映像コンテンツをこう主軸にしてるやつって全部まず無料試しじゃないですか。 iTunes とか音楽もそうですけど、 iTunes も無料試しみたいな。でそこから無料で聞いてもらって有料にサブ切り替えていくっていうの、もうこれもう普通にベタにやられてることですよね。こう俺もやればええやんみたいなねっていう、そのこの一つのきっかけから、うん、こういうビジネスモデルをパクって合わせて僕もやるみたいな、うん、だからなんかそういうのもすぐできるようになるというか、まあその稼ぐ脳というかね、うん、そのビジネス脳にしちゃうと、まあ A と B と C をこう瞬時につけて、自分のものと他者のライバルがやってることをきっかけ全部くっつけてこうするっていうことができるようになります。うん、いや今年終わりますね。まあとりあえずね、まあ、ドリームアカデミア売れてよかったですね。とりあえず僕は本当ねゼロの覚悟があったんでね。いやでもね、あの今回ねそのキャンペーンやる理由もあれなんですけど、やっぱその一括がないんで、一括があんまないんで、あんまっていうかゼロなんですけど今のところはね。そう、いやきついっすよね分割だと。なんでまあ今回ねきついんでキャンペーンやりますよ。できつくてもでも安いですから、990円ですから、うん、やりますよ、うん、しかもねその分割だとね、これ分割だとこれね、まあまあ、そっち側のあれや販売者のあれだろうって話なんですけど、分割だとクレジット分割じゃないですか、こう決済手数料取られるわけですよ。だ丸々入ってこないんですよ分割でも結局はね。まあストライプ安い、決済手数料安いですよ。 3.8% ぐらいだったかな。安いですよ、安いけど丸々入ってこないですよ。でも額が大きいと、分割の額が大きいと結局決済手数料10万、まあ何万とか取られるわけですよね。補填していないとかね。でも補填です。だから990円で、まあ僕の客数で言うならば990円でもまあどうだろうな、まあまあまあ30人に売れたとするじゃないですか。それじゃ3万ぐらいは補填できるんで、そう決済手数料補填ですよ。そう一番いいのは銀行一括が一番いいんです。もうこれがありがたい。そうだ、銀行一括の場合はまあね割引も一応してるんですけど、まあ額が額なんでね、まあまあなかなかいないということで。な感じでございますね。うん、まあとりあえずまあ売れたことには売れたんで、まあ良かったなと。でもまだ今年終わってないですからね、まあ、最後までやりきりますよ。あ、そうプレゼント企画もまだやってますね。この動画はまあまあクリスマス期間中にまあ公開すると思うんで、プレゼントお金もあげますから、お金も稼ぎながらお金もあげるっていうね循環です。循環、世の中循環してないと経済をね。そう循環。まあ、あとはねこれあんま大々的に言いたくないですけど、そのまあレターのね PS でちょっと書いてあるんですけど、一応その企画に参加された方に関しては全員漏れなくね、あのプレゼントもなんかコンテンツのプレゼントはお渡しする予定です。まあちょっとちっちゃくね、それを大々的に押したくないので、まあ PS でちょっと一行書いておきましたけど、一応コンテスト参加者全員には漏れなく何かプレゼント、その何かは秘密にしておきますけど、コンテンツのプレゼントはあります。うん、まあそれはまあいろいろと、まあその、うん、お客さんのアンケート悩みとかいろいろそこを精査してみて、まあこれをプレゼントするといいんじゃねえかっていうのは、そのお客さんの声を見ながら判断するって感じですね。コンテンツプレゼント、コンテンツに関しては、うん、そうだからまあ、 あの優勝しなかったとしてもコンテンツに参加するとプレゼントあります。で優勝するとあの参加した特典のプレゼントもあるし、お金も振り込まれますね。まあこれねでもまあ今年やってみて初めてやるんですけど、お金あげますっていうのは、来年もまあまあちょっと反応見てですけども、よかったら来年もやりたいですし、まあさんまさんもずっとやってますからね、あれちょっとやりたいなと。
で、この優勝賞金に関しては僕の頑張り次第で上がるんでとりあえず今回ね、一応縁起がいい11,111円。いやー、でもクリスマス嫌っすね。クリスマス好きですか？僕もクリスマスもほんと嫌いですからね。なんかクリスマスらしいクリスマスをね、僕はね、もう17年ぐらいですか、送ってないので。年末もそうですけど、まあでもね、これはその年末商戦やられてる、その例えばなんだ、まあ電気屋さんとかもその初売りとかガンガンやってると思うんで、まあ、そこで働いてる人は年末からこう出てるじゃないですか。だからまあ僕と同じように思うと思うんですよ。おもちゃ屋さんとかクリスマス商戦すげえ忙しくなるじゃないですか。仕事ですよね。だからクリスマスが好きっていう、クリスマスらしいクリスマス遅れてないですよね。ね、おもちゃ屋なんかね。あとフライドチキンか。ケンタッキーフライドチキンのね、お店もすごいですよね、多分ね。クリスマスね。チキンめっちゃ注文あるからね、もう天然こまいだと思うんですけど。だからまあクリスマスが好きな人もいれば、クリスマス仕事で大嫌いっていう人もいるだろうし、忙しくてね。いやでもね、僕は思うんですけど、いやクリスマス頑張った方がいいっすよ。僕はもう多分ビジネス続けていく限りはクリスマスめっちゃ頑張るし、年末頑張りますね。なんでかっていうと、やっぱりその人と差をつけないといけないわけじゃないですか。そうじゃないですか。当たり前ですけど、ライバルと差をつけないといけないわけで、まあライバルが遊んでる、浮かれてる時にやっとけば差つくじゃないですか。当たり前の話なんですけど、で僕はもう逆に言うと、そのなんだろう、逆なんですよ。だからてか逆の方がいいと思いますよ、本当に。何かっていうと、みんながね、その平日ね、平日このなんだ、今日も会社からめんどくせえな、やだなって平日ずっと言ってくれるじゃないですか。でその平日の時に余裕出せみたいないや、そっちの逆の方が本当いいと思います。だからなんだろうな、まあ週休2日みたいな話じゃないですか。まあ一般はね、だいたいその5日行って2日休みみたいな、じゃなくて5日休んで2日やるみたいな、こっちのそのみんながやってる時に休んで、みんなが休んでる時にやるっていう。でもみんなが休んでるのは2日ですよね。もしくは週1とかね、会社によっては週1のとこもあると思いますし、じゃあ週1回だけがっつりやってね、であと全部休みみたいな。いや、そっちの方が良くないですか。あとね、僕本当に思ったことがありまして、あのね、平日コスパがめちゃくちゃいい。混まないし、安いし、ホテルとかも。いや、ほんとね、逆にした方がコスパ、人生のコスパがめちゃくちゃ良くなると思います。だからそりゃそうですよね。だからこれ結構言うんですけど、なんだ、ね、年末、始末、みんな休み。じゃあ、みんななんか移動する。まあ、今年はコロナなんで、まあ、あんまあれかもしれないですけど、まあ、ゴールデンウィークとかもそうですけど、ゴールデンウィークとかもね、そのすげえもう、まあ、東北道中央道めっちゃ40キロ50キロ渋滞するわけじゃないですか。分かってますよね。いや分かってるけど、そこしかないみたいな、ね、行くところしんどくないですか。まあ僕は渋滞してでも動画撮るんであれなんですけど、動画撮らない人とかもう渋滞もう死にますよね。マジかみたいな、50キロとかね、えぐいっすよねで平日とかそんなないっすから、そんな、まあ事故あった、平日でも事故あったらそのなる場合ありますけど、だからそのね、あとそう、ホテルとかもね、だからその飛行機とかもお正月とかクソ高いですよね、多分ね。だからちょっと外す、ゴールデンウィークも高くなるじゃないですか、飛行機とか全部高くなりますよね。だからこれ平日動ける、もう自由に動けるようになるとクソ安いですからね。しかも空いてるし、だから本当に僕は思うんですけど、ネットビジネスマスターして平日を自由にライフスタイル、平日が自由なライフスタイルを構築できるようになると、マジで人生のコスパが良くなる。いや、これもう本当にまあ考えれば分かることなんですけど、だから僕ね、土日嫌なんですよ、混むから。特にその鹿児島なんかは車社会なんで、車なんですよ。で土日のね、まあそのね、鹿児島のちょっとマニアックですから15線あるんですよ。15線っていう
下道のね、これかご、あの15線っていうのがあるんですよ、ね、15線なんですよ、ね、でそこめっちゃ混むんですよ土日いや土日15線めちゃ混むからね、まあちょっと鹿児島人じゃないわかんないですけど、あの15号混むんですよ、やめてほしい。でもそこしかないんですよ、下は15号しかないんで。だからね土日はね僕安っね、だけどその昔セミナーやってる時とはやっぱ土日、まあ、皆さんのねお休みに合わせないといけないんで土日にすることがあったんですけど、いやっすね、ほんと平日やりたいですよね。でも平日セミナーって来れないじゃないですか。平日仕事してんだから。そうだ、もでもね僕思ったんですけど、そのコロナになってからあのセミナーを全くやってないんですよ、2年ぐらい。で昔はもうセミナー主軸にしてそのセミナー映像を撮ってウェブ販売っていうのをずっとやってたんですけど、セミナーやんなくてもまあ普通にやってますんで僕は、まあ、もうやんなくてもいいんじゃないかなみたいなセミナーまあやりますけどね、まあまあでもコロナがね今デルタ株ですかまたあれなんで、まあ当分やんないですけどね、あと3年ぐらいやんないんじゃないですかセミナーは、うん、もう本当にコロナがあの1ミリもなくなったらやりますけど、当分本当にやんないです。あと3年はどうなんですかね、3年後もまだウイルスあんのかな、わかんないですけど、まあとりあえずあのセミナーなくてもあの、うん、できてるんで回してるから、まあセミナーやんなくてもね、まああの講義は商品は作れますから、そう、まあいろいろ話してますけど今年終わりますよ、大丈夫ですか。僕は終わってないですけど、全然ガンガンいきますよ、ガンガン、うん、あーこれ10億どうなんだろうな、これ10億当たったら面白いですね、ねえでもこれ考え、でもこれ面白い、あのなんか宝くじ買わないとその妄想すらしてもできないじゃないですか、だから妄想しても可能性ゼロなんで、でも宝くじ買うとこれもう可能性は一応ね 0.0001% か分かんないですけど一応可能性はありますよね、買ってるんで、だから妄想するしても楽しいですよね、可能性があるんで、そう可能性がないって、だから逆にこれもまあ毎回年末ジャンボね買ってもいいかなと思いましたね、うん、その妄想するの面白いじゃないですか、で動画一応撮れるんで、うん、終わります。